杉浦茂雄は日本の男性アナウンサー。東京都出身、日本大学法学部卒業だが、北海道に憧れていたことから、北海道放送にアナウンサーとして入社。その後1962年の名古屋テレビ放送会局と同時に移籍後、1964年、やはり会局後の日本科学技術、振興財団テレビ事業本部に移った。 東京12チャンネルでは主に格闘技の実況中継に携わり、プロレス中継では、米国のプロレスを紹介する、プロレスアワー、オバタチヨ VS ファビュラスムーラをはじめとする、日本女子プロレス中継、ネットによる、ワールドプロレスリング開始前の新日本プロレスの単発中継でのアントニオ猪木 VS カールゴッチに連戦を経て、国際プロレスのレギュラー中継番組、 国際プロレスアワーのメイン実況を担当。ボクシングの実況中継も担当し、毎日放送から移籍してきた金子勝彦と並び、格闘技実況の名物アナウンサーとして名を馳せた。国際プロレスアワーでは、キラー等は蒲田に胸ぐらをつかまれ、実況席からごぼう抜きにされた上、背広を破かれるなどの被害に遭い、1980年代に放送された。 世界のプロレスでもロードボリアーズにネックハンギングを受けるなど体重 50kg にも満たない送信ながら体を張った仕事を続けた悪役レスラーの襲撃を避けるため放送席の周りを金網で囲みその中に入って実況していたこともあったボクシング中継ではマイク・タイソン、シュガー・レイ・レナード、マービン・ハグラーといったスーパースターたちのビッグマッチを ジョー・コイズミとのコンビでアメリカ合衆国から衛生生中継。1980年5月18日開元霊下の敵地ソウルにて WBC フライ級王者ボクソン村稀に大熊昌司が挑戦した試合を解説者なしの単独実況。大熊のタイトルダッシュを実況したことで知られている。その後、テレビ東京と社名が変わった。 直後の1982年には、初の地方系列局となるテレビ大阪へ、1989年には、テレビ、北海道開局に出向スタッフとして立ち会い、ニュースやスポーツ中継のアナウンスを担当した。母書は、東京都文京区本郷の吉富寺。1989年10月1日付、北海道新聞、テレビ北海道開局記念広告特集のうち、 アナウンサー紹介、曲の顔三者三様の輝きから抜粋。日本プロレス事件誌、ボリューム 2P75、船木翔太郎。杉浦茂雄さんの墓参り、故郷の夏、大沢食堂に著名人が集まるわけ、夏祭りを楽しむ。船木翔太郎の日々連れ連れ。サイバーエージェント。2017年6月3日閲覧。ありがとうございます。